それでは定例の会見を始めます。私の方から特にありませんので、ご質問あればどうぞ。はい、共同通信の木山です。安全保障政策について、まだ原案の段階ではあるんですけれども、自民党の調査会の方で敵基地攻撃能力の解消ですとか、防衛費 の GDP 比 2% 以上の増額などといったその内容の提言案を調整しているようなんですけれども、こちらについての受け止めを教えてください。軍事費 GDP の 2% への増額を含む提言ということなわけですけれども、これほぼ倍化するということになるわけであって、でしかも中身はいくら名称を変えても敵基地攻撃能力を持つというようなねもので、まあ、長距離巡航ミサイルであるとか、まあ、空母を持つとか、この間行ってきたような、装備をこう増やしていくと、まあ、これは専守防衛という、まあ、建前を完全に投げ捨てることになるのではないかというふうに思います。から防衛費2倍になるということは、軍事費2倍にするということは、これどれだけ国民生活に犠牲を強いるのかという問題もあると思います。やはりこの憲法9条を持つ日本で、これ実際にもし 2% というようなことになれば、規模でいうと世界第3位の軍事力を持つということになるかと思います。この憲法9条を持つ国が到底許されないというふうに思いますので、まあ、こんなことを実行していく、進めていくということについては断固反対という声を上げていきたいというふうに思います。それからちょっと私の方から先ほど泣いてたんですけど、一言言いたい、お話したいことがありまして、自衛隊にも関わる問題なんですが、国田圭司衆議院議員がですね、3月30日の衆議院の外務委員会で取り上げた陸上自衛隊の反戦デモを、まあ、敵とみなす文書を、ね、作成していた問題です。でこれは非常に大きな問題であるというふうに考えます。で文書はですね、2020年2月4日の記者会見向けの記者向けの勉強会で、陸上自衛隊が配布していたもので、これはテロ等と並んで反戦デモあるいは報道ですから、これ皆さん そのジャーナリズムにも関わる問題だということも強調したいと思うんですが、反戦デモやあるいは報道を敵扱いしていたと。で、まあ、国田議員が国会で追及したことに対して、防衛省は誤解を招く表現だと、修正したというふうに答弁したわけですが、まあ、しかし新聞赤旗の調査で、陸上自衛隊の陸幕長、湯浅陸幕長が2019年の講演で、反戦デモがですね、反戦機運などを高めて国家崩壊へ向かわせてしまうと、これ講演の記録がございますけれども、活字になっているわけですが、こういうふうに書いてあるんですね。こういうふうに言ってるんですね、湯浅陸幕長はね。構想としてまずグレーゾーン事態にどう対応するかを考える。これらは報道戦ですから、これ報道が入ってるわけですね。報道戦、テロ行為、扇動による反戦デモなど多様な形態がある。この事態の特徴は、国家が非常事態であると認識する以前に反戦機運などを高めて国家崩壊へ向かわせてしまう危険性がある。まあ、ですから反戦デモとか報道が国家の崩壊に向かわせてしまう危険性があると、こういう講演を陸上自衛隊のトップがやっているということなんですね。でしかもこの講演の内容は事前に防衛省は把握していたということも明らかになっています。で国田さんさらにこれ追及をして、この反戦デモの記述これ修正していない、で修正せずにその後も講演を続けていたということも明らかになっています。で陸上自衛隊は2020年の11月4日にアメリカ海軍の横瀬貯油所、これ長崎県西海市ですけれども、ここで米軍基地反対の抗議活動をする市民の排除を想定した訓練をアメリカ海軍と共同で実施していたということも分かりました。これ新聞赤旗で報道をしております。でこれはですね、やはり非常に重大な問題であるというふうに私たちも考えております。まあ、自衛隊による国民監視ということになるわけで、
これは自衛隊の海外派兵と国民を抑圧、監視することと、これはセットで起こっているわけで、これは引き続き国会で徹底的に追及をしていきたいということで、今日改めてこの問題は強調しておきたいというふうに思います。すみません、ちょっと質問以外のこともお話ししました。他どうでしょう。すみません、タトゥーのことで恐縮なんですけど、れいわ新選組の山本太郎代表が先週衆議院議員を辞職して参院選に出馬すると発表しました。議員の身分を軽視しているという批判もありますけれども、こちらの点統一局長としてはどう考えでしょうか。これはれいわ新選組として山本太郎代表として判断された問題だと思います。でそのことの是非はこれは有権者が判断するということではないかと思います。朝日新聞の横山です。内閣支持率についての質問なんですけれども、弊社の世論調査でですね、支持率 55% ということで、発足から半年経過する中では上向きに推移してきているというのが出ているんですけれども、これどのように分析されるかされますでしょうか。国会の場でやっぱりきちんとですね、予算委員会など総理が出てくる場でやっぱ一問一答の質疑をやるような場を、作っていくことが必要なんじゃないかなと。やっぱり今一方的にこう政府の側から発信するだけで終わってるっていう中では、どうしてもこういう事態が、起こりうると思います。いろんな問題点あると思いますので、国会の中で引き続き追及を強めていきたいというふうに思います。はい、デジ通信社の中西です。連合会長の件でお尋ねしたいんですけど、連合会長は今日自民党の会合に出席しまして、与党への接近だというふうに見られてますけど、連合はその、立憲民主党の支援団体でもありますけども、共産党にとってもその参院選戦略影響あるんじゃないかと思いますけど、いかがお考えでしょうか。連合の会長さんがどういう行動をするのか、労働団体が、一つ一つ行うこと、その一つ一つの言動について私ども政党としてコメントすることは特にありません。でやはりその構成員である組合員の皆さんが判断評価される問題ではないかなというふうに思います。はい、朝日新聞の横山です。週末に立憲民主党の泉代表がですね、岸田政権が今国会で経済対策として追予算を編成しない場合に内閣不信任決議案の提出も検討するということを表明されたんですけれども、共産党としてはどのようなお考えでしょうか。私たちとしては金曜日に緊急経済対策発表いたしました。で補正予算の編成も含めて提案をしております。まずはこれをですね、実現せよということを徹底的に迫っていきたいというふうに思います。それがもし入れられずに補正予算が編成に入らないというふうになったときには、そのときにまた考えるべきことであって、今そういった事態を想定してこうするああするということを言うのは控えたいというふうに思います。まずはやはり私どもが提案している緊急経済対策の実現を迫っていくと、そのことに全力を挙げたいと思います。はい、この数週間、市委員長がですね、反戦、平和、反文化と燃える男とかしているような気がするんですけど、率直にね、やっぱり立憲と一線を画したことで選挙運動やりやすくなったんじゃないですか。どうですか。一線というか今までと違う結構縛られてる面があったと思うんですけどね、時代やっておられる感じがするんですけど、そこは一線、そこは取り消します。そうじゃなくて、会長を含めてどんな感じなんですか。全然縛られてませんですし、今までも、もう自由闊達にやらせていただいておりますから、あまり、そういったことを感じたことはありません。やりやすくなったと思ってますから。あの急に燃え始めたわけではなく、一貫して燃えております。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。